次の商品はこちらです。こちらの赤い部分はプラスチックでできていて、こちらの黒い部分はラバーでできている素材のケースです。こちらの黒い部分は中を一周囲んでいるのでクッションになるというか、中に入っているので衝撃にかなり強くなっています。でよく見るとボタンもすべてついていて、カメラのマークなどもあるので、とてもボタン操作がしやすい、かっこいい作りになっています。もちろんこのまま iPhone コネクターもつなげられます。で最大の特徴がこちらなんですけれども、まあ閉じてましたが、開けると窓のようにスライドして開けると普段のカメラですね、いつも皆さんが使っているカメラ。そしてこちらの装着するとなんと1センチまでマクロの接写ができる商品です。これで例えばもう小さなものですね、お花の小さな部分を撮りたいとか、なんかそういうのがあった時にこちらをスライドするとかなり近いイメージの写真が撮ることができます。でこのスライドする部分のカメラのレンズもですね、なんかカチッとても操作がしやすい感じで、しっかりとした作りになっています。ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。